こんにちは、今日もですね、レディオガガの、ボーンディスウェイですかについてですね、語られてたので私もビデオレスポンスしたいなと思いましてですね、いつもですね、この私のビデオレスポンスですね、私の体の上下動が激しいみたいでね、なんか後から見て気がついたんですが、今日はなるべく体の上下動はしないようにですね、していきたいなと思います。それでですね、余計なこと言ってましたか Born This Way ね、レイディオガガ、確かにこの曲はいい曲だと思います。あれですね、そのレイディオガガっていうのは結構ね、英才教育というか、もう実力派でね、子供の頃からもうピアノとかね、演奏できたみたいで、まあ日本で言ったら宇多田ヒカルみたいな感じですかね。まあ非常にニューヨーク大学かなんか卒業したら、で頭もいいしね、やっぱりそのやっぱでも女性、アメリカ女性歌手っていうのはみんなすごくね、ジーンとくるようなね、歌手をね、クリスティーナ、アンギュレラでしたっけ、それとか結構ね、昔で言えばマドンナとかね、歌詞をよく聞いてみるとですね、非常にね、その、みんな人をね、勇気づける曲とかね、結構多いですね。ブリトニー・スピアーズとかもそうですね。そういう、それで思ったのはね、やっぱりそのギークもね、確かにね、そのギークっていうのはね、やっぱり必要なことだと思うんですよね。特に男性の場合はね、やっぱり男はね、やっぱりどっかで勝負をしなきゃね、人生うまくやっていけないところがありますんでね、特にそのギークと言われてる連中、テクノロジーオタク、アメリカで言ったら、ビール・ゲイツとかね、スティーブ・ジョーズとかもそうですが、彼らはもうスティーブ・ジョーズなんてストーリー聞いただけで、この間ビデオ見てましたが、もうね、学校のね、学校途中でドロップアウトしてですね、それでも、なんかそのホームレスのね、食事などをね受けながらね、学校はドロップアウトしたんだが、自分の好きな講義が受けて、それを生かしてね、アップルという会社をね、創設したような話をしてました。もうそれこそホームレス寸前の状態でね、もうそれでも自分のこれだと思ったことをね、やり続けるこの魂というかね、ビル・ゲイツなんかもそうですよね、やっぱりもう、若い頃にね、IBM から仕事もらって、見事にね、マイクロソフト立ち上げましたが、その過程でね、やっぱり IBM から大企業とかね、やっぱりそのアメリカでもそのちょっとはね、年功序列みたいなとこがあってね、いじめられたりしてね、そういうの議会証言のビデオとか見たことありますが、そのギークっていうのはね、やっぱり人、性格にもよると思うんですが、やっぱりその特にテクノロジーはね、もうコンピューターの世界とかねはね、やっぱりもうなりふり構わずね、もう24時間ねコンピューターいじくってるような連中がね、コンピューターの企業で成功してるパターンがほとんどでね、もうその人生のすべてをねかけてね、寝る暇も惜しいんでね、アメリカのそのね、今のグーグルなんかもそうだし、フェイスブックの技術者の方もそうでしたよね、確か。もう寝る暇も惜しいんでね、その技術のね、技術のを利用して会社を立ち上げて、もう彼らも本当にだから自分が今一生懸命頑張らないと誰かに先を越されるとかいうね、そういうなんか脅迫観念みたいなものを持ってねやってるアメリカの起業家とか、若いね起業家とかいっぱいいるんで、もうそういう連中はね、もう本当ギークね、もう人間関係なんて無視ですよ、もう
ね、ただやっぱりね、それも行き過ぎるとね、やっぱり困るんで、特にアジア系の人はね、リークになりやすい人が多くてね、まあアメリカでもね、本当に極端になるとね、バージニア、この間もバージニア大学かなんかでね、拳銃乱射事件とかあったしね、オクラハマとかでも、爆発ね、事件があったし、本当、ギークもね、度を過ぎるとね、反社会的になってね、恐ろしいギークになっちゃうのでね、まあ、そういうのをね、日本の人とかよく心配してね、なかなかギークはね、なかなか日本の社会では受けられないしね、特に東京なんかね、あんな狭いところに何千万も住んでるとね、そういうギークとかね、もうこう、突出したようなね、人はなかなか受け入れられなくなってね、やっぱりこう、それよりもチームワークとかをね、すごくね、強迫観念のように子供の頃から植え付けられますからね、特に日本はね、人と協調性を持ってね、生きていくようにとかね、僕なんかも言いましたよね、昔の彼女とかもね、どういう男性がタイプですかって聞いたらね、その女性は、男の同僚から好かれるタイプの男性が好きですとか言ってね、あれ、俺でダメだなとか思ったんですが、それぐらいね、もう日本の女性とかもね、男性のね、その男性が会社でね、協調性を持ってね、そのコミュニケーションとかね、その外見とかね、そういうのを気にしてね、するようなタイプの人間がね、女性からもね、好かれて、うん、まあ、進化論でいけばね、適者生存って言えばね、そういうタイプがね、生き残っていくという 生物学的にもですね。まあでも、そうは言ってもね、やっぱりね、アメリカの起業家とかね、やっぱりギークがね、もう Google とかね、Facebook ね、もう YouTube、次から次へとね、素晴らしい、テクノロジーカンパニーをね、作っていく、いってるわけでね、やっぱギークの存在もね、侮れないと思うんでね、やっぱりそのほどにね、ただなかなかね、やっぱ日本の社会はね、脅迫的な観念があるからね、その協調性、ね、独立心とか、企業心よりもね、従順にね、大企業に就職してね でっちぼっこしてね、もう頭が空っぽになってね、クーラーになってね、なんかのれん分けみたいなね、下請け会社を作るって社長になるのがね、日本のジャパニーズドリームみたいになってますが、まあそうじゃなくてね、やっぱりね、ギークみたいなのがね、もう、コツコツコツね、それそれ、YouTube なんかも見ても分かりますけどね、もう中学生ぐらいのね、子供がもう盛んに YouTube でビデオ作ったりね、ハウトゥーもののビデオとかね、もう、ミュージシャンだってね、いっぱいいるしね、子供なんかちっちゃい頃からね、ピアノとかやって YouTube でね、演奏を披露して、で、そういうのがティーンエイジャーぐらいになるとね、爆発的にヒットしてね、やっぱりそういう、独立心とかね、やっぱり起業家精神っていうのはね、やっぱギークとね、すごくね、関係があるんで、まあそういう力をね、養っていくのがこれから必要じゃないかなと。ね。もうやっぱりその強迫観念でね、協調性とかチームワークとかもね、確かに大切なんですが、まあそういうね、自分で独立心とか起業家精神っていうのはね、やっぱギークからしか生まれないんでね、なりふり構わずね、ガールフレンドに嫌われながらもね やっていくことが、時には必要な時もあるんじゃないかな、というように思います。まあそんなところでね、今日も長くなったんで、これぐらいにしときます。それでは失礼します。